どうもこんにちは。家なし親子のパパ関達也です。3月に入りましたので近況報告などをしたいと思います。3つほどお話したいと思います。まず1つ目は1月から始めたファンライフについて、2つ目は娘の学校問題について、3つ目は3月からの計画、日本冒険、日本一周などについてお話したいと思います。今年の1月頭にこのベントラ、ベンツトランスポーターという車を友人の馬そぎくんからもらいまして、今に至るんですけれども、約2ヶ月経ちました。この内装はバンライフビルダーで結構有名な鈴木大さんという方が作っていただいた内装で、ただ部屋は完成してたんですけれども、この中で生活する設備に関してはまだサブバッテリーがなかったりとか水が使えなかったりしたので、ほぼほぼこの部屋があるという状態でのスタートでした。そこから娘と僕の荷物を全部積みまして、いろいろ片付けをしたり、そして先日ようやく水が使えるようになって、あとポータブル電源を使って電気毛布やパソコンなど利用することができてました。ただ去年の7月からキャンピングカー生活を始めてたんですけれども、電気と水というのが本当に確保が大変で、特にこの車はまだサブバッテリーがないので、どこで充電するかというのが結構大変でしたね。そこでよく利用するファミリーレストランあるんですけれども、そこでポータブル電源を充電したりとか、あとは宅店生活のアドレスっていうサービスを使ってそこの拠点で充電したり水をもらったりなどやりながらこの2ヶ月間を過ごしてきました。今はサブバッテリーを注文してまして、間もなく届く予定です。そして大容量のポータブル電源も今発注しております。そのあたりが揃ってから冷蔵庫などを買って本格的なバンライフができるかなという感じで考えています。ちなみに1月は東京から熊本県の多良木町というところまで車中泊とアドレスのサービスを使いながら移動しまして、多良木町で多良木町 PR の動画作成配信講座というものを僕が講師で行って、その時は多良木町に2週間ほど車中泊してました。そして2月は宮崎県の日南市というところと鹿児島県の鹿屋市というところをほぼ行ったり来たりしながら、そこもアドレスの拠点なんですけれども、予約が取れない時は車中泊をしながらですね、で計算してみると車中泊は約10日ぐらいやってたので、3分の1はバンライフみたいな感じで2月は暮らしてました。まだまだキャンピングカーとかバンライフというのは全然まだ初心者で、楽しみながらこれからもやっていきたいと思っています。次の話題2つ目なんですけれども、娘の学校問題なんですね。昨年の7月から娘は小学校にほぼ行ってない状態 で今6年生で、間もなく中学生になるんですね。もちろん今も一緒で今そこで寝てるんですけれども、もともと宮崎だった地元が妻の方が福岡の方に引っ越しまして、それで娘の住民票は今福岡にあります。で僕は家がなくなって、宮崎に住民票がまだ置いてあるんですけれども、娘は福岡の学校なので新しい学校になったわけなんですね。前の動画でも少しお話しましたけれども、校長先生、教頭先生、学年主任の方々とお話をしまして、結局は娘は僕についてきてるので、まだ実は学校は一日も行ってないという状況です。計画としては卒業式のちょっと前から行って卒業式を参加しようという話になってるんですが、問題はその次の中学校なんですね。で実は福岡の教育委員会の方に電話をしまして、1年間休学ということはできないのかというお話をしてみました。1年間休学というのは同級生が2年生になった時に娘が1年生として中学校に通い始める、そういうことはできないのかという、そういった相談をさせていただきました。こんな電話の感じです。一応お話の中ではその1年間その入学時期をずらすっていうのは、そこはもう不可能ってことなんですかね。これはもう難しいですね。例えば1年後に行けるようになられたら、通常その中学校のもう2年生としての、通学になっていくんですよね。あくまでも、その年齢で行きますからですね。はい、これはもう全国っていうことなんですか？その市町村とか県によ都道府県によって違うとか、とかは原則は多分ないじゃないでしょうかですね。はい、で結局は、それは認められないと。でこれはちょっとおかしな話なんですけれども、小学校も中学校も義務教育ということで、もちろん親は子供を通わせないといけない
という義務があります。ただ今不登校とか問題になっていると思うんですけれども、学校に行ってない子どもたちが増えている、こういった現状で結局じゃあ学校に行かなかったらどうなるかというと、学校に行っても行かなくても卒業はする、卒業になるんですね。例えば中学校に1日も行かなくても中卒ということになるんですね。中学校中退ではなく中卒として社会に出れるわけです。それもなんかおかしな話だと僕は思うんですけれども、1年間休学して中学校1年生から次の年から通うということもまあ認められないということなので、これからまあどうやってやっていくかというまあ決断に迫られてるわけなんですけれども、今のところですね、娘は僕とついていきたいということ、あと僕もまあ責任を持って娘が社会に出てきちんと生活できるように、そういったことを考えながら、まあしばらくは2人で行きたいと思ってます。で妻の方とももちろんいろいろ話をしてまして、まあ、長女は一人暮らしで大学で京都の方に行ってるんですけれども、もう一人息子もいまして、息子は妻と一緒に住んでるんですね。なので妻が息子を見て、僕が次女くーちゃんを見るということでやっていこうかという話にもなってるところです。まあ、そういったところで、まあ、娘の学校問題まだまだ解決しないといけないところも多々あると思うんですけれども、頑張っていきたいと思っております。で最後の3番目、3月のことなんですけれども、今年の頭の動画で今年は日本冒険日本一周をするというお話をさせていただきました。緊急事態宣言もある中で日本一周をスタートするというのもどうかなということで時期を見合わせているところです。首都圏の方で緊急事態宣言が延長されるということですが、僕は九州の方からゆっくり回っていこうと考えてまして、一県一県じっくりゆっくりですね回っていきたいと思っています。慌ててこう日本一周するっていうわけではなく、本当にこの日本というのを、特に地方をもっと僕の中でじっくり暮らしながら、日本の良さを僕も体感し、それを発信していきたいなと思ってます。僕自身一般社団法人デュアルライフ協会というのの代表理事というのをやってまして、もっと日本の地方に皆さんがこう目を向けてそこに行く機会が増えれば、どんどん関係人口も増えてきて、より楽しい未来のある日本になるんじゃないかと思ってまして、僕自身がいろんなところを訪ねてそこを YouTube 等で発信していけたらなと思っています。まだ開始時期は未定なんですけれども、今月中には熊本からスタートしたいなということを今考えています。ちなみに今は熊本県の多良木町という、もう本当にこの多良木町はしょっちゅういるんですけれども、多良木町の方でバンライフを送っています。本当にこの新型コロナによって世界が変わって、働き方生き方というのがまあ見直されて、本当の幸せな生き方とかを多くの人が、仕事とは何なのかとか、働くとは何なのか、生きるとは何なのか、いろんなことを考え始めるきっかけになったと思います。僕自身も昔からそういったことをテーマに一人で起業してやってきたので、これからまあ僕は少しでも力になれればと思って、有益な発信ができればいいなと思ってます。この YouTube をご覧になっている皆さんともぜひどっかでお会いできたり、実際にまあオンラインでもお話ができたりすればいいなと思ってます。そんな感じで、まあ、今回は3つテーマにお話しさせていただきました。今ですね、本当にこのベントラを早く仕上げてですね、今でさえ本当にもう僕の部屋みたいな感じで、部屋をどう模様替えしたり住みやすくしたいかっていうのをもう日々考えてまして、いろいろちょこちょこ買い物したりとかですね、片付けしたりいろいろ考えているところで、狭いようで広い空間というか、どこでも行けてですね、窓を開けた瞬間違う景色が毎日広がってるっていう、このバンライフのこの魅力にどっぷり使ってるっていう状態です。もともとデュアルライフから宅店生活バンライフと来てますので、本当にいろんなこう暮らし方味わいながら、それに見合う働き方も考えながらやってますので、ぜひまた応援していただければ嬉しく思います。このチャンネルを気に入っていただけたら、高評価とかあとチャンネル登録していただければ嬉しく思います。くーちゃんもちょっと映ってもらいたいところなんですけれども、今日はお疲れで寝てますので、何で疲れているのかちょっとわからないんですけれども、なんかこんなのをですね、息子が誕生日プレゼントで送ってくれてですね、12時間ぐらいやってたような気がしまして、まあね、こういった遊び疲れも、まあ子供のうちはですね、本当に好きなことをさせてあげたいなと、まあ、それでね、生きていければいいなと本当に思います。まあ、僕自身本当にこう好きなことをさせてはもらったとは思うんですけども、やっぱり昔はそういうのはダメだという圧力というか、自由に対する制限、それがすごくまあ僕は苦痛で嫌だったので、やっぱり子供たちには本当に好きなことをさせてですね、こちらの方で生きていければ何も問題ないなと思ってるんです。
ですよね。実証実験みたいな感じでもありますけど、まあ、信念を持って頑張っていきたいと思います。ではこれからも家なし親子チャンネル、日本冒険チャンネル、どうぞよろしくお願いします。それではまた、ありがとうございます。